はいえー、皆さん、こんにちは。ハラムです、えー。今日のハラムチャンネルは、シリーズでお送りしています、この高麗ですね、高麗王朝の旧大王の王様についてお話を進めていきたいと思います。えー、旧大王、徳趙と言いますけども、徳、え、徴、ー、の時世、時代について解説を進めていきたいと思います。 生没は1016年から1034年ということで、えー、王様として在位の期間が3年という短い期間であります、まあ、そういった短い期間であったとしても非常にこの国内において、まあ、政治的な和合ということで旧勢力と新勢力において非常に整ったそういった政治を行いながら今まで苦しめられていたこの喫 キッタンとのこの関係においても非常に強硬外交ということで、まあ、強い外交姿勢を持って独自の高麗、えー、のです、ねえー、政策をまあ貫いていったというところが特徴であります、えー、ファナムチャンネルでは韓国や朝鮮の歴史や文化についての解説それから現地の史跡なども訪問しておりますそして日本の中の韓国や勉強会なども行っております はい、そこでまず特徴の知性についてお話を進めていきたいと思います。彼は1031年に王位として、まあ、在位をします。前代のこのヒョンジョンの長男として生まれていくわけなんですけども、まあ、幼い頃から非常にこの賢いということと同時に、まあ、決断力のあるそういったまあ性格を持っていたと。 言われています16歳で在位をしていくんですけども非常にこの病弱であったというところが彼の人生において大きな影響を与えるというところも見逃すことができませんで彼が国内の政策において業績として挙げられるのが2つです1つがこの試験の導入ですね科という試験を 具体的に彼は国士館という今でいう教育機関、大学のようなところです。ここで試験を開始することができたというところが大きかったわけです。今までもカンジョンというですね王様の時にこの家居というものが導入はされていたんですけれども、今までと同じように管理の登用を行っていたがゆえに、試験による 純粋な試験によるこの拡挙、まあ、という制度の始まりはこの特徴の時代だったということなわけです。で、どのような試験が行っていたのかということなんですけれども、1つはこの文章力というものを測ったということですね。みずからの感情、そして思想というものをこの表現するということと、録音1十音詞というです、ね、詩を書くというような試験であったということです。 でこの国士艦やそして科境についてはですね、ま、た次のスライドでお話を具体的にしていきたいと思います。非常に難しい試験でありなんとですね、33名しかこの試験に通ることができないと、まあ、全国からですね、試験を受けて33名しか残らないというようなこの試験であったわけです。 えまあそういう中においてこの科挙の試験と同時に彼は監修国史というこの部署を設けてですねそして七大実録というこの王様要するに初代の王様から全体のこのョンまでの王様までのですね内容歴史書を編纂したということが大きかったと言われています。 で今までもですね7大磁石器という記録があったんですけどもこの吉丹の侵略によって全てがま消失してしまったということでまた初めからですね7大実録ということで歴史の編纂が始まったということであります。 そこで、ですね、この吉ンとの関係というのは、非常に前回も同じでしたけれども、重要な外交課題として残っていたということなんですね。吉ンがこの安禄館というこの川があります、その境界線に、そこを2015年に占をしているがゆえに、そこからですね、城、そして橋をなんとか作ろうとしていたというところなんですね。 それを、この高麗側が撤去を要求したということであります。そして、抑留した、抑留されたですね、捕虜として連れて行かれた高麗人の管理をですね、返してほしいというような相関の要求を立てたということなんですけども、それに関しても、結局は要求を飲むことがなかったということなんですね。 ですから、高麗としてはこれについて平和的な解決をしていきましょうという案とそうではないと高麗としてのその立場を断固として貫くというような強硬策さらにはこの年号を吉丹の年号ではなくて独自の年号を使うというようなところにおいて吉丹とは関係のないそういう外交の関係なんだというところを主張したみたいなんですね。 それから吉丹からの指針を拒否したり、それから削除とかです、ね、要因人といった、こういうこの吉丹との境界線にあるそのところにです、ね、城を建てるというようなところにおいて、吉丹が最終的に1033年に10月にチョンジュというところに進攻をしていきます。 で、ここでですね、この吉丹としては、うになんと援軍を求めているという記録が現れてきます。それはどういうことかと言いますと、この高麗を攻撃しても、なかなか歯が立たないというところが分かったということなんでしょうかね。前回の3度のこの侵略においても、結局は高麗がこれに対抗していったというところからですね、 ななかなか手まあ奇獣大戦という勧願山というですねこの将軍が現れてそして結局は吉丹がまあ退去していくそういうようなことがありましたけどもこれによってこの吉ンがもう一度ですね進攻を行っていくんですけども、まあ、失敗に終わるということになります。 そんな中でですね、この特徴の時代に始まったこの事業として、この吉丹からの侵入を防ぐという意味もあって、噴火人というですね、こちらに漢字で書いてありますけども、噴火人というところから、トレンポという、この、まあ、海の、東の海の方ですね、西から東までにかけて、今、地図に載っていますけども、こういった城をですね、築いたと。 こういうことに気づくようにですね、事業が始まったということですね、これを千里の頂上ということで、まあ、こういった城が遺跡として出てきているということになります。まウ、あ、クの時代からもですね、こういった大きな城というものが、頂上というんでしょうかね、あったと言われているんですけども、ま、高麗においても、こういったこの城をですね、気づかせたということになります。 で先ほどのです、ね、この割挙の導入ということで国士官というところで具体的に試験が行われるとお話ししましたで今まではですね官序の時にこの割挙制度というのは導入されていったんですけども、えーまあ、この試験というよりはこの管理の指定が次にこの地位をですね、まあ、与えられると。 いうことなんですね何を言っているかというと、この試験ではなくて、あの人がいいと、あの人が推薦しますという人に対して、この地位を与えるというのがあ、今までのこの高麗の管理の制度であったんですけども、それを全部なくして、ただ試験だけで行っていくというところに、非常に画期的だったと言われています。ただですね、これもすぐにこの管理になれると。 いううものでではなかったというんですね人口の比例でこの選抜していくということなんですけども、えー、まあ各地に今人口調査によって何人ぐらいいるっていうのが分かっているとでその人数もですね、えー、人の人口ではなくてこの長というですねこちらの漢字で書いてありますけども長という人の長という身分その年齢の人たち の人口比例ということで16歳から60歳の間の人たちの対象にしていくということで1000人以上です、ね、の場合は3名選抜するとその地域に、ね、1000名以上の場合は3名500人から1000人以上の,人の場合は2名だけとそして500人以下の場合は1名と。 いうことでであるわけですね例えば、このスウォンという地域がありますけれども、その地域において試験を行うとなると、これはヒャン教師といいですね、観光で批判師と言いますけれども、こういった批判師をまず行います。で例えば、そのスウォンの地域が500人から999人であったということであれば、ですねそこから2人選抜されるということなんですね。 そしてそれによって選抜されたのが回収監視という,です、ね、いうような試験がまだあるわけです。これは係数監視というです、ね、韓国語でいうわけなんですけどもここにおいてもう一度です、ね、このャン室によって受,け受かった人がこの係数監視という試験に合格しなければならないと。 でそれに合格してもまだ試験があるということでソウルに上がってこのクッチャーガンというですね試験これがこのクッチャーガンというですね今でいう大学高等機関のようなところで試験を行って初めてですね初めてこの科挙試験に望むことができるということなんですねですからこの最初の3つを合格した、まあ、合格しなかったらもう すぐに落ちていくわけなんですけれども、合格して初めて、下級の試験に到達することができるということと同時に、なんとこの試験が3年に1度しか行われないということで、今の司法試験とはですね比べものにならないぐらい難しい試験であったというんですね。そして、この下級試験もですね、長じゃんン、チュンじゃんですね。 チョンジャンというようにして、この3つの試験があったということで、この3つの試験に合格して、初めてですねこの33名に選ばれるんですけれども、なんとこの高麗の場合と朝鮮の場合は違うのは、朝鮮はこの33名に選ばれたらすぐに管理になれるということだったんですけれども、高麗の場合はそれは候補者でというふうな身分で、これは同性色というみたいなんですけれども。 これに選ばれて、そして家でですね、待たないといけない連連絡くる、連絡が来るまで待たないといけないと、で連絡が来て初めてまあ管理になれるということで、ずっと待っても連絡が来ない人もいるということですね。でこの33名の中で、どのぐらい選ばれるのかということと、この半分ぐらいがたい平均だと言われているんですね、半分ぐらい。ら相当これは難しい、まあ、試験の管理制度であったと。 いいう,うに言われています、えー、先ほどですね、この特徴がです、ね、病に倒れて、そして亡くなっていくというようなことを話しましたけれども、から今度はチョ,ンジョンという王様につながって、この継承されていくんですけども、まあ、その時に逸話があって、ですね鳳凰、まあ、とカラスの話ということなんですね。えー、この首都のまあ、この宮殿のですね門に、 え、祇王門というですね。えもがあったみたいなんですね。で、この義王門にまあこの法王金のですね。方法がま現れたということなんですけども、それをまカラスがですね。追い払ってしまったということで、結局は頬がですね。幸運を。 呼び寄せたにもかかわらず、カラスがそれを追い払ってしまったがゆえに、病で倒れたんじゃないかということで、人々はこのカラスを石で,です、ね、投げつけて追い払ってしまったがゆえに、首都のケギョンでは、このカラスを見ることができないくらいですね、カラスを追い払ってたというような話があるわけなんですね。 まあ、とにかくこの特徴というのは短い期間の王様ではあったんですけども、えーまあ、この内部においては政治的な和合を目指し、えー、さらには非常にまあ親孝行であったということと、そして前代の精神ですね、ヒョンジョンのこの精神をまあ受け継いで、そして国を強くしていこうということですね、そして民主の生活を安定させるために努力していったということで、えーまあ、非常にこの徳を,つ徳を持った王様であると。 あるその説によれば、冥、ま、君、あ、ではなかったとも言われています。はい、え今日はですね、第9代の特徴という王様についてお話をしました。まあ、短い在位の期間ではあったんですけども、しかしながら残したその業績、この国士官とかですね、それから家居の制度。 それから、吉田に対する強硬な姿勢、そして内部においても、政治的な和合を目指したというところにおいて、非常に意味のある、そういった王様の姿勢ではなかったかというふうに思います。今日もご視聴、最後までいただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。